1枚差で残り2枚。悪いがリンゼ、ここは引けねえ。トランプの借りはカルタで返す。さあ、読んでくれ、カホ。右にフ、左にロ。ハ行のフは発音の息遣いでわかるはず。感じろ私、感覚を研ぎ澄ませ。集中、集中、集。ロ、集。勝負、なりました。リンゼさん一枚。あ、ジュリー、あなた考えすぎよ。ああ、なんでそんなことを夏葉にわかんだよ。割と顔に出ちゃってたかな。ジュリちゃんの迫力もすごかったけど、リンゼさんのスピードすごかったです。まあそこは確かにな。はあ、私の負けだ、リンゼ。面白い戦いだったわ。これは好きな札だし、できれば私も取りたかったけれど。次のセットに譲りましょう。論語読みの論語知らず。ふぅー、寒ぅー。ふぅー、土のぬくもりって言ってもよ。うん、わかるよ、ジュリちゃん。冬の土は冷たいよね。でも、そういうことは今、一旦忘れておこう。あら、本当の土のぬくもりは、収穫物を通して感じられるのよ。収穫物ったって、本当にこんなとこに生えてんのかよ。その、セリーだかなんだか。セリーナズナ、五行運べら仏の座、鈴な鈴しろ、これぞ七草です。それだよ、すげえな、赤穂。学校の授業で習ったんです。やるわね、カホ。いえ、エージェント K、 お雑煮プロジェクトを経て私は学んだの。食の文化は先人の生きる知恵そのものだわ。だから七草がゆの習慣もぜひみんなと共有したいのよ。はい、エージェント D、 私も皆さんと一緒に食べたいです。ありがとう。でも、ただ上辺の知識を持っているというだけじゃダメ。それでは、論語読みの論語知らず、というものよ。だからってよ。わざわざ材料を取りに来なくても。ジュリー、ちゃんと土のぬくもりから知らなければいけないの。いいじゃない、ジョギングコースなんだから。素晴らしい野草がすぐそばにあるというのに、私たち、何も知らずに走っていたのね。まあ運動は悪いことじゃないし、ヘルシーでローカロリーなものを食べるのも体にいいと思わない、ジュリちゃん。ヘルシーでローカロリーな食べ物がいいんなら、冷蔵庫のケーキはお預けだな。それはご飯が一食七草がゆになったら許されるんじゃないかな。七草がゆ、すごいです。カホ、あのな。でも肝心の七草が見つからなきゃだよね。ナズハちゃん、さっきの画像もう一回見せてもらってもいい？ええ、ちゃんと調べたのよ。この辺の河原にあるって。あ、チョコ先輩、私も図鑑持ってきたんです。カホもありがとう。あれ、鈴代って大根なの？何言ってんだ、チョコ。七草って言うんだから草だろ。でもジュリちゃん、図鑑に。はい、鈴代は大根のことです。そうよ、昔の人は美しい名前で呼んだのね。いや、てか、そんなもん、どう考えても畑じゃないと生えてないだろう。
ちゃん、大根はなんていうか、こういう場所にはないんじゃないかなって。え、そこからかよ。まあ絶対ないとは言い切れないけどな。そうだよね。もしダメでもスーパーに行けばなんとか。あ、違うんです。この辺には鈴代でしたら、ここに。リンゼちゃん？あ、リンゼさん。あー、それおい、リンゼ、どうしたんだよ、それ。これは、おそらく浜大根と呼ばれるもの。あー、普通のより小さい。はい、小さきものゆえ、かゆには会いましょう。リンゼ、素晴らしいわ。やっぱりこの辺りを探して正解だったのよ。あ、悪いな、夏葉。うん、私もごめん。こういうのがあるとは思わなくて。私も何か見つけたいです。もっと探してきますね。うん、よし、私も頑張ってくるよ。ああ、あるって分かればな。それでは収穫物を発表してください。じゃーん、ナズナです。じゃーん、ハコベラです。じゃーん、セリ。じゃーん、スズシロ。もう一つ。ごめんなさい、私まだ見つけられてないの。まあ、夏葉は画像を持ってフォローしてくれてたからな。ということは、あと3つか。鈴菜、仏の座、五行。なんかちょっと、残ってるやつレベルが高そう。鈴菜って株だったよね。大根系はな。仏の座は、同じ名前の別の草があって、間違えるとちょっと危険なやつみたいです。危険？それなら名前変えて。それでは五行を狙いましょう。だな。これだけ探して見つからねえんだから、残りは努力目標だ。七草は無理でも五草あれば私たちらしくていいんじゃねえか。はい、五つの力の極さがゆです。極さがゆ。それとってもいいと思います。じゃあ画像はこれだね。花が黄色なんだよな。そんなの見かけたか。きっとまだ花の時期じゃないんです。だから葉っぱを手がかりにします。おお、なるほど。みんな大丈夫だ、夏葉。きっと見つかるよ。そうそう、だってみんなで探すんだもん。夏葉さん、五行は私が見つけてプレゼントします。リンゼも必ずや。ありがとう。私が誘っておきながら、論語読みの論語知らずなんてよく言えたものだわ。何にも知らずに付き合わせちゃったわね。いえ、リンゼもまた論語知らずでございます。浜大根など見たこともございませんでした。ああ、私も大根がこんなとこに生えてるなんて知らなかったよ。ねえ、びっくりしたよ。それに七草の文化とはちょっと違っちゃうかもだけど、土のぬくもりにはいっぱい触れられたと思うし。私もいっぱい勉強しました。知らなければ知ればよい。夏葉さんは教えてくれたのです。そうね、絶対に見つけます。みんな力を貸してちょうだい。五行、私も絶対に見つけるわ。ああ、もちろんだよ。はい。
読みの論語知らず。知識はあっても実践がないこと。そして、あ、これよ、七草粥は極草粥になること。それはごめんなさい、私の未熟さ、私の宿題よ。まあそこはみんなの宿題ってことで。以上、放課後大辞典より抜粋。それぞれのことわざの意味には多分に各ユニットの解釈が含まれます。かん。わあじゃーん、5行です。